残念。これなんだこれは。なんか意味あるのかなこれ。これこれもあるから、これも東亜堂の基礎石が残ってるよこれ。そうかね、それも。ちょっと狭いから車入れないねこれはね。郵便局やから。どの辺やろ。これ避けて郵便局。あれ？これ左。ほら行かれへん。何を勘違いしたんだろうね。どこなんだろう。ああ二番神社突き当たりが。ああここ曲がんねえな。はい。曲がりましょう。こっから抜けれるかな。行ってみようか。ああいいねこの壁。ああいいわ。この辺は高いから水害の心配はないね。石川の遺跡どこやったっけ。あ、さっき間違って通ったんやな、一本筋を。もう暗くなってきましたね、これ。何時だ、もう5時なんのかな。まだ4時12分ですから。これや、これ右やわ。これ見て帰ろうか。これ右やわ。お、さっきそこ歩いたよね。はい。これな。ここも田舎に住んでますよ、珍しく。早いね、ここは。来週ぐらいからでさっき聞いたんだけどね。早いとこもう始まってますわ。来週で週末ぐらいからやんだよな。昔はこれどうやって方法を取ってたんやろな。やっぱり 石の釜、いや、まあ、その頃も鉄あったかな、あったな。今コンバインやから早いんですって。昔の昭和の時代は稲刈りで言ったらみんな一緒に入ってね、あの釜で、稲刈り釜でね、後ろに麦わらを食って、あれで食ってねやってました。私が小学校ぐらいだったかな、あれ。それがね、あれから、おお、ここにあるそれ。ここはどこなんの。655年。だから右の方やな。右の方でどうだったんやね。この図面じゃ分からんな。あれは昭和の時代です。小学校ぐらいの時はまではね。入れから手作業してありました、まだ。あれからどうやろう。もう何年、5年ぐらい経ってからかね。もうコンバインが入ったんやね、田舎にも。今の思い出ますだから。すごかった。あの速さ。眺めてましたけどね。手でね、だいたい5、6人で並んで来ていやんねん、ずーっとね。で、ものすごい速い人と遅い人とね、こう、斜めになりますね。ほんで、切ってかかって、あの、麦わらで、いや、あれは麦わらじゃないね。あれは稲わらやな。稲わらでくくって、そこに置いてって感じだったかな。ほんで、なんちゅうか知らんけど、竿を置いてぶら下げてありましたけどね。思い出しましたけどね。あんな時代やって。一歩道間違うだよな。もう、ゴミだらけやん、これ。もう嫌やな、この子見んの。
まれ、止まれ、止まれ。めちゃくちゃやな、止まらへんのやから。だからものすごく手前から手上げてあげとってバーッて行きよんねんで、あれやかんな、手上げた時は止まらないと、手を上げない時は止まらんでもいいけど、おっ、ここも勝ったやぞこれ、はいはい、まあもうこの1週間ぐらいで本格的にね、稲から始まってるんですよね。ちょっと走れないこともないな、あの雲が夏の雲やもんね、もくもくとね、秋の雲じゃないからね。今日何度ぐらいあったんやろな、34度ぐらいあったんかね。ちょうどね、ニューディーマンの横にね、二条山見えますけどね、確かにね。